今7時半です。今7時半。今日も朝プールです。今日は朝プール。7時半です。朝6時半から2時半までイベントでした。後で行ってきます。今日はセメント塗るんで、今 YouTube で塗り方を見てます。で、セメント屋さんがここにあります。今日からセメントを塗るんで。おい。おい。Yes?セメント、うわ、あそこマジできつい。しょうがないね、これ。よし。知る人ぞ知るピア。そうそう。え、これこのためにみんな来てんでしょ。夜、夜はもうなんかこうある、ウォーキングしたりとか解放されるから、こうやってみんな来るんだ。そうそう。え、超いいですね、これピア。これどこなんだ、これ場所としてはどこですか。これケネディタウンじゃない。ここはどこが最寄り駅になるんだ。サイアンプン。あ、サイアンプン、これ。え、すげえ。リリーさんとかいそうだけど。ちょっと高瀬君、海で泳げるわ。もうちょっと上がるとこあるわ。ほら、高瀬君、今泳げるよ。今泳げる。もうちょっとしたらやってみたら、一回朝だったら多分大丈夫。どうぞどうぞ。見とくんで。アメリカとかで人気なの、コンテナハウスって。先生なのかな。はい、これはテオのメガネです。ここのブリッジの部分がすごく特徴的。はい、うん。